87人の容疑者か。これ第二の被害者は大島優子、死因は凍死、第一発見者はサッシ、またそしてまた携帯に暗号、さらになぜか小指を曲げている。しかし大きいな、大きいな。あっちゃん、謎が解けるかアイスが解けるか、アイスの実すごいの当たる。